那覇タワーはかつて沖縄県那覇島岸に建っていた塔である。高さ82.6メートル。春工の1973年から長らく国際通りのランドマークタワー的存在であった。商業施設及び雑居ビルであったが2008年に閉鎖され、2014年に解体された。タワーは地下2階から地上19階のタワー棟と、 地下2階から地上7階の立体駐車場をからなる。後に立体駐車場棟はタワー棟と一体化し、ファッションシティマキシーとして商業施設となる。立体駐車場棟はエレベーターフロアを挟んで2つに分かれており、高低差もあったため、各階へ移動する際エレベーター、階段の他に車の通路を改良したスロープがあった。 日本経済新聞九州 B11982 年11月13日、都市アハタワービル売却ゼファー、民事再生手続き、中結琉球新報2012年1月17日、那覇タワー土地建物グリーンホテルが、購入沖縄タイムスプラス2014年7月4日、那覇タワー、10月にも取り壊し沖縄タイムスプラス2014年8月20日、那覇タワー姿消す解体工事で、 シート、沖縄タイムスプラス2014年12月1日。ありがとうございます。